皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。本日は、焚き火シートですね。ブランドはカーベイビー。Amazon で2023年2月現在、価格が、2380円。ですが、今タイムセールが入ってるんですね。動画投稿これ終わる、やる頃には、期間がかなり過ぎてるので、タイムセール多分やってないでしょうけど、タイムセールやってる時は、1904円とか、かなり安いです。はい。で、こちら。色がですね、現状2色ありまして、ホワイトとブラック。はい。サイズによって価格が違います。こちらは100センチ×50センチで、2380円ですね。で、評価2938件。星5個中、星 4.5 個っていうかなりの高評価。ベストセラー1位になっております。はい。では、Amazon の解説欄から読み上げると、はい。カーベイビーは2015年なんだ。まだまだ新しいブランドですね。設立されたアウトドアブランドです。はい。カーベイビーはキャンプ好きな方々により、品質よく、携帯性、耐久性がある、魅力的なキャンプ用品を提供しております。ということですね。で、こちらの商品に関しては、現在、多くのキャンプ場では直火の焚き火は禁止になっています。焚き火シートとは、その名の通り、焚き火台の下に敷いて、焚き火の熱から芝生などの地面やウッドデッキを守るためのシートです。はい。で、シリカコート。耐炎繊維。シリコンコーティング付きから、他の商品より耐久性に優れ、劣化しなくて浸水、撥水性、良性なので、水で簡単に汚れを落とせます。ということですね。瞬間使用温度としては1500度。作業温度としては700度。の耐久性と言っていいんでしょうか。耐炎繊維織物にシリコンの加工がされていますので、素肌で触ってもチクチク感じません。で、丁寧に縫製しています。うん。もうなんか、この説明書きからしっかり知ってるメーカーさんだなっていうのはわかりますよね。はい。では、見ていきましょうか。袋はですね、こういった感じの袋に入っておりました。うん、で、今回ケース付きです。なんとまあしっかりした。なんでカーベイビーなんでしょうね。それでなんでキャンプなんでしょうね。カーベイビーって車用品な感じがするけど。生地的にはかなり、しっかりした生地だと思います。あ、中がね、つや消しの、なんか加工してありますね、中ね。だからかしっかりしてるように見えるのは。同じ加工か、これ。なんかね、すごくしっかりしてますよ、中。こんな感じで。ケース付きはありがたい。嬉しい。で、本体。あのね、届いて思ったのが、レザー調な感じじゃねえかと思って、すごい高級感があるんですよ。ほら。最初白を選択してたんですけど、これブラック選択して正解ですね。ものすごい高級感がある。うん、これはなんかね、たったこれだけのものかもしれませんが、所有欲が満たされますね。で、縫製に関しては、しっかりしてるハトメも、中央にしっかりはまってますね。うん。縫製しっかりしてるって書いてあったから、上げ足取るようにしっかり見てやろう、こっちも。そうだね、ハトメものすごく丁寧にハトメ打ってある。ガラス繊維とか使ってると、もうなんか触り心地がどうこうとか、そういうなんかレビュー多いですよね。裏側と表側ちょっと違いますね。表側はこういった具合、裏側はこういった、なんかちょっとパターンが違いますよね、裏と表で。うん、ほんとレザーっぽい。でね、ここに、端っこに、パッチというかこれ、ついてるんですよ。これ、リアルレザーじゃないの？人工皮革には思えないんだけど、リアルレザーな感じがするんだけど、違うのかな？しっかりしたメーカーさんですね、しっかし。
これが、あ、かなり引いた状態か。100センチの50センチ。十分ですよね。101センチあります。あ、ここら辺サービス精神があっていいですね。ちょっと大きめに作りましたって余裕があるところがいいですね。で、56センチある。あれ50、あのね、見てもらえます？ちょっとじゃあこっち側通そっか。これもちろん向こう側ね、しっかりこうくっつけた状態で、ほら、だいたいね、55センチ、あ、引っ張っちゃった。ごめんなさい。56センチ。大きい分には嬉しいよね。ちっちゃいよりは大きい方が全然いいから、え、100×50 じゃなかったっけ、これ。そうですね、100×50 なんだけど、56センチある。おお、これは嬉しい誤算です。だって、下手すればここに焚き火台を置いてここに座れますからね。これ1枚で十分ちゃ十分かもしれませんけど、やっぱりあのちょっとね、火種とかいろんなものは落ちることを考えると、広く取った方がね、こんなちっちゃい焚き火台としても広く取った方が、あの周りの芝生をね保護する意味合いでは、あと周りにいろんなギアを置いたりね、並べたりして、燃料を置いたりとか、炭バサミを置いたりとか、その他もろもろ置いたりとかするので、あの火消し壺とか置いたりするので、まあまあ広い方がやっぱり安全です。はい。ただまあ風に煽られないように四隅はしっかり固定するとかね、した方がいいのかもしれません。で、これは今ここでの紹介はこれまでになるんですけど、あとは現地に行って使ってですね。はい。それでは現場での使用映像になります。ミニマムな焚き火台ではあるんですが、だいぶ余裕がありますよね。焚き火台の横の黒いボックスはグリルです。はい。で、焚き火台の横には炭バサミも置いてますが、この手のサイズのものであれば全然余裕ですよね。で、さらに何か他のものも置けそうです。ちっちゃくてギリギリサイズよりはやっぱり余裕を持ったサイズの方をおすすめします。といった感じで今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。